前にも言ったかもしれませんが、俺と司先輩たちはお互いの親同士が知り合いだったんです。だから俺は時々先輩の家に預けられていて、その時はいつも司先輩が俺の面倒を見てくれていました。俺の父は名の知れた音楽家で、幼い頃は俺もクラシックの勉強ばかりをさせられていたんです。だから、誰かと一緒に遊ぶことや、誰かの家に遊びに行く機会はそうなくて、そのせいか、最初の頃は、預けられるのが怖いと感じていました。けれど、そういう思いも、司先輩と一緒に遊ぶうちに少しずつ消えて、そのうち、預けられる日を楽しみに待つようになったんです。なるほど。子供の頃の君にとって、司くんと過ごす時間は、とても大切なものだったんだね。そういえば、さきくんの話が出なかったけれど、彼女とはどのようにして過ごしていたんだい？ああ、さきさんとは、あまり会う機会はなかったんです。ほう？そうだったんだね。はい。幼い頃のサキさんは病気がちで、俺が預けられる時も、いつも家にいるわけではなくて。あ、もちろん、たまにですがサキさんもいて、三人で一緒に遊ぶ機会はありました。そういう時は、一緒に絵本を読んだり、司先輩が、俺のためにショーをやってくれたこともありました。へえ、司くんが。はい、確か、あの日の俺は、直前の練習で、父さんにひどく叱られていて。トウヤくん、なんだか今日は元気ないみたいだね。よーし、じゃあ俺のショーで、トウヤを笑顔にするぞ。もちろん、サキのこともな。サキ、馬のぬいぐるみを持ってきてくれ。うん、ほら、トウヤくんこっち、一緒にお兄ちゃんのショー見よう。お兄ちゃんのショー、すっごく楽しいんだよ。見たら、トウヤくんもきっとニコニコしちゃうから。はい。それで俺はいつの間にか司先輩のショーに夢中になって笑顔になっていました。サキさんもたくさん笑っていて、見終わった後は一緒に感想を言い合って、俺にとって二人がいたあの場所はとてもほっとするような気持ちにさせてくれる場所だったんです。そうなんだね。僕にもよく伝わってきたよ。話しているとき、とても穏やかな顔をしていたからね。ああ。そう、ですか。俺はそんな顔、ずっと、変わらないんだな。司先輩とサキさん、お二人と過ごした時間は、いつだって俺を励ましてくれる。やはり。二人に喜んでもらいたい。なら、落ち込んでいる暇はないな。ありがとうございます。上白先輩のおかげで、とても元気が出ました。明日にでもまた、もう一度挑戦してみようと思います。今度こそ、二人が心から喜んでくれるような、美味しいお菓子を作れるように。それなら、完成したらまた食べさせてほしいな。いくらでも味見をするよ。あ、いいんですか？その、あんな味のものを食べさせてしまったのに。ああ、君と、それに、司くんたちの笑顔のためだからね。ありがとうございます。